ケンタロウくんなんですけど、給料あげるって前の動画見せたばっかじゃん。そうなんですよ、ケンタロウくんがいないですよ、うん、みたいな、昨日言っとったやみたいな、あ、忘れとったみたいな、僕もムカつきすぎて、うん、ちょっとお前そんなんできんかったらもう仕事にならんぞっつって、何みたいなこと言われて、うん、いきなり、うん、何じゃなくて、もう仕事はって言ったら、あ、辞めるしみたいな、うん、何なんその態度って言うじゃないですか僕の。じゃあ何なんその態度って、いやお前の態度まず直せよみたいなこと言われて、うん、いや俺電話何も聞いてない、家おるの、家におるの、昨日喋ってる、おらんじゃん。言えないでしょ、入っていいんか、大丈夫です、あ、大丈夫です、いいんか、いいの、あ、はい、どうや、普通に逃げずに昨日電話喋ったけど、いい、入っていいの、あ、ま、車でもいい、外でもいいぞ、あ、全然いいか、はい、久しぶり、久しぶりです、まあ電話でもちらっと聞いたけど、あ、ちょっともう一回聞かせて、そうっすね、ちょっと…いや、足崩すよ、はい、クリセツとのお父さんとはでしょ、うん、まあ…何、ショートなんかあったんだろう、ショート…ショート…なんかこいつもなんか言っちゃうと言っとったけど、なんか…うん、まあ確かにね、言っていろいろ…ちょっと、朝の段取りのことでいろいろあって、うん、なんかトラックがどうとか、まあそれ動画になっとるで、多分ショーが言っとるけど、それが正しいのかどうかわからんで、俺からもう一回聞くと、まあなんか朝お前がなんか前日の連絡もらっとったんだけど、ヒロノ君たちを待っとらずになんかどっか行っちゃったんだろ、違う人間と。もともとヒロノ君たちとなんか行ってっていう話だったけど、まあ間違えてなんか変なやつとベトナム人がなんか行っちゃったんだろ。てか僕の確認、不足っていうのもあるんですけど、その、うん、スプレッドシートっていう予定表があるんですけど、うん、次の日の、うん、それ前日のしか見てなくて、うん、でその前日のままだろうなと思って、うん、あ、前日に今日の段取りっていうかは見たんだ、そうっす、明日の段取りは見たんだけど、そうっす、当日に変わっとったんだ、そうっす、あー、なに、朝変わったのか夜変わったのか、なんか、あの、ショーは、いや、行ったよね、みたいな。あ、行ったけど忘れとった。お前に言われたけど忘れとった、みたいな。いや、それをハイエース、帰りのハイエースで、前日の。うん。多分喋っとって、僕、運転してるもんって、そんな、あんま聞いてなくて。うん。行っただろう、みたいな感じで。うん。わーって言われたもんで。うん。聞いたかな、みたいな感じ。うん。まあ、結局は予定が変わっとって、うん、平野さんを置いてって行っちゃって、うん、で段取りどうすんだみたいなこと言われたもんで、うん、そうそう、まあ、結局は一緒に乗ってったんですけど、うん、向かいに合流できたんだ、うん、もうそれでもそのお前が辞めるってなったらなんでな、そのぶっちゃけのところが、ぶっちゃけのところも、その前日にもその平野さんの件と、うん、その前日にもあったんですけど、うん、まあ一件終わらしました、うん、でその一件目でもその外部の仕事なんですけど、うん、これ一日なのっていう電話して、うん、
お前が？そうっす。あ、今現場が入っとって、組み立てが解体に入っとって、これ何陣地なのってちょっと偉いわ、みたいな。っていう確認をしたんですよ。うん。この後俺なんか。ああ、そういうことな。あ、逆に。あるんだったら、ちょっときついわ、って。そうっす。でもそんな、ちょろっとだもんって大丈夫っしょ、みたいな感じで言われたもんで。うん。まあ、結局、まあ早かったんですけど、うん、休憩なしでずっとやって、うん、終わらして次の現場もシートの払いだったんですよ。うん、自社で。で、そこも、そうなんでなんでそんなかかっとんのみたいな言われたもんで、うん、まあ、その日はなんか、まあ、しょうがないな、みたいな言われて、うんうん、で、その当日なんですよね、その平野さんの。それがきっかけになって、うんうん、まあその戻り方みたいな話だろうだね。まあそうっすね。何ってやっぱお前の方が何個目？6個目ぐらいなの？もっと上じゃないかな。7ですか。7個目。そんな戻り方が納得できるような感じだと、なんて言うとダメですよ。これみたいな。どうみたいな。いや、そんなんじゃないですけど、うん、そんな多分いつも通りできてたと思うんですけど、うん、やっぱいいだろ。でもお前らしょっちゅう二人で飲んだりしとるの。まあなんかおっさんが役に役ぐらい仲いいわけだろ。そういうのはないずっと溜まっとったのが突然なの。なんか突然じゃん。いや多分僕もその体調が悪かったっていうのがあって、なんか朝から、うん、風邪がうつっとて頭痛いし、なんかいろいろ朝来るやつも来んしみたいな、うんうん、遅刻も多いし、うん、そういうのでなんか、あ、遅刻も多いっていうのは、お前は遅刻しないんだ。いや、たまにはするっすけど。ああ、おかしいな、ごめんね。あ、ほとんど毎日だったもんね。誰が？はい、誰が？いや、それはちょっとわかんないですけど。なんてわかんない。いいよ別に。そういうこと隠すことじゃねえだろ別に。いや、もう別に、いや、誰が誰どう来てるかわかんないです。そのもう積み込みしてるんで。言いたくないんだ。言いたくないってほとんどじゃないですか。あ、みんな。ああ結構お前が一番に大体言っとんだ。まあ、たまには遅刻するけど、酔っ払って逆にぶっちぎるぐらいだけど、お前の場合は。そうそう、基本朝はパッと行って、みんなもなんかだらついとんだ。うん、足場が、うんと、うん、うん、そんな偉そうには言えないですけど、うん、うん、まあそういうのも溜まっとったんだ、いろいろ。まあ、そうそう。で、何、お前、独立するの？考えてますね、それ。考えとるんじゃない。考えとるのか、もう決めてるのか。もう決めてます。自分でやるってことだろ？はい。自分でやってみたいんだろ？もうやるって決めたってことだろ、だね。自分で。うん。ってことはな、頑張らんとな。うん。今のまんまじゃ。まあ、ちなみに視聴者の皆さん、あの、今日はカメラマンがあの、ゴルフ帰りであの、豊かが、突然カメラ持ってもらってますんで、いいよ、喋ってみりゃいいんだけど、いつもみたいに喋ってみりゃいいんだけど。いやいや、今終わって入れんなと思って。まあ、俺独立するのは別に、応援するけど、まあ、これ難しいけど言葉、もう、俺はなんかそういうのがあったらやりゃいいと思うんだ、別に。だけどなんか今のお前なんか失敗しそうなんだよな。それがなんか奥さんとかもう困るわけじゃん。そうっす。お前だけじゃないわけじゃん。だからどうなんだろうなぁと思って、俺は昨日か昨日の前か電話で喋ったの。もうちょっとしっかりしなきゃなぁっていう話はしたけど。どう、まあ、あんまり絡みないの、ケンタロウと。いや、先週までね、一緒にちょいちょい仕事しとったんだけど、応援に行っとったんだ、だからとかね。そうっす、うん、だいぶしっかりしてきたの。うん、うん、まあ楽しかったよ、俺は。大したことしてないけどね。もうそんなに師匠とは話できる？なんか電話では喋ったみたいな。そうっす、とりあえずは社長のとこ一回頭下げてこいよ、俺のこと言われたんだ。そうっす、もう物抜けない気に上がったんか。今もそうなの、最後。もうその、ちょっと。それはないっすね。まあ、その時はなんか、かわされたな、あいつも。うわーってきたな。まあ、お前もその自分で独立するんだったら、お前、きっちり、最後、
話してくよ。できる。カメラねえところで話すから。はい。逃げてもしょうがないじゃん。そうです。だけど商売やるっていうのは、な、今は腹立つもんで別に塗り替え工場の仕事なんかやらんと思ってるかもしれんけど、なんかあった時にお前、やっぱこう、ね、人生で職人やっとって今までの仲間でしょ、家族とかでもそうじゃん。で、それが仲間がやっぱ絶対助けてくれるじゃん。5年後、10年後、どうなってるか分からんじゃん。その、どうなってるって良くも悪くじゃん。まあやってから成長するっていうのもあるから、まあ、やるのはいいけど、でもやるなら、その覚悟だよな。まあ、腹立つでやめる、なんか1日いくらで儲かるように見える、2万2000円とか1000万円もやるの今あった状況で。シワはどうだろうね。シワってきついか。うん、そこでお前ガス高速全部自分なんだな。うん、ましてやトラックなのに乗用の方ほとんどだろう。そうです、ね、だろう、だけどお前なんかあれや人間関係作っときゃじゃあ翔くんちょっとまあトラック貸してやとか今度受けられる材料貸してとかまあ言えるわけじゃん今みたいななんかあっては話せみたいな感じなんだろうお前もいやそれはないっすね。あそうな、なんかあいつはなんかどこにおるかもわからんって言ってどこにおるんですか。家帰ってなかったんだろうお前とかぐらい2日間ぐらい帰ってなかったっす。月曜日帰ってきたって感じです。いや、不祥が何やったの？え？不祥が何やったの？女とこ？いや、違うっす。え、動画使わんねえよ、それ。あ、大丈夫っす。全然違う。何やったの？ちょっと身内の家に行ったっす。あ、身内の家にいいだろ、多分。お母さんっす。あ、はい。はい。まあ、多少お互いに落ち着いてるでな。まあ、動画的に回ってもらうと面白くない。ブツっちゃうし。直接対決が俺は好きだ。ちなみに行き先はもう決まっとんの？まだ何も考えてないの？いや、とりあえずは決まっとるもんで。まだ決まってはないの？決まってはない。でも子供とかどうする、家族？仕事なんかいくらでもあるだろう。お前なんかでも車もねえんじゃない？車1台しかないです。あ、あるんか。あの、今嫁が乗ってってるやつ。どうするの？寂しがるわ、一台。やって。じゃあ、もうちょっと捨てようか、ちょっと俺で。どうですか？もういいぞ、一台やるわ。シャレだわ。100万円いったるわ。僕をね。100万円いったよ。まあいいよ、それは。まあ、それからちゃんとお前、まだこの動画出演料だわ。いや、それはショート、ちゃんと話すよ。あ、なんか、LINE のやりとりだったら。あ、昨日かな電話して。顔じゃねえんだよ、お前。何やらいいんだ、お前。とんだろ、てんめえ。そう。電話して、一応、また時間作って話そうか、みたいな感じの話はしてます。ああ、もうしとんだ。そうです。いつにする？はい。いつにする？まあいいや、ショート合わせとくわ。まあ、独立するなら、なんかアドバイスある？今、必死で探しとって声かけとるわけでしょ。でも、俺も、言ってくれやいいや。俺は、来るかってなっとるで、今。とりあえず勉強しにもいいしさ。で、ね、総一郎も近くにおるんだから。いや、お前、豊かとか嫌なんだ。お前、豊かのこと嫌いだもんな。いや、その一言ない。いやいや、まあまあ、つなぎがてらさ、もしないんだったらさ。なるほど。それが話浸透やったら、豊かも多分、いや、お前、かっちゃんとこでも話ついてねえんだろうって俺使えんぞ。そうだよね。なるじゃん。で、これって一生付きまとうじゃん。ごめんだって、うちのさ、伊沢くんさ、ちって。まあ、どういう関係か俺は知らんけど、一番いいのも使ってくれねえ、とか。ちょっと若いし、お前もできるわけだろ。若い。で、一人でお前、ちょろちょろするつもりじゃないんだろ。やる以上、若いし、育てて、やりたいんだろ。そうやろ。だったらお前、そんなお前、な。お付き合いちゃんとしてかなかんじゃん。やろ、腹立ってもお前。こじぎみたいなやつだったら、相手がな。付き合わんでいいと思うよ。俺はもうどんだけお金もらおうが、もうこいつ終わっとんだってやつは、お金では付き合わんって決めとるで。だけどお前、悪い人間じゃないわけだろ。お前から取って堀川翔が嫌な、悪い人間だったら、どうだろう。まあ、そう思う前の気持ちはよくわからんけど、こいつクズだなって思っとんのか。いや、それはないっすね。だろ、仲良かったわけだろ。はい。だったらお前、ちゃんと、話して出た方が、まあ、助け合いだな、この仕事なんて。あ、うん。あるよな。そうだね。
前も もう何年になったの独立して。へぇ、16年目。は16年目、ついに。そうだね、もう16年すごいな。まあまあな、でも名古屋じゃトビじゃみんな知っとるぐらい有名になってきてるわけだろ。まあまあそうだね。そこそこな、あちこちゼネコンの仕事もまあ2時下請け3時下請けぐらいでやっとんだろ。うん、はい。まあね、まあ視聴者の人はまあどう思うかわからんけど、まあ今見とるとちょっと頼りたいなって。まあ俺もぶっちゃけそれが感想だからさ。じゃあまあでもやっぱな、責任感っていうのが人を成長させるから、まあお前さ、家族とかな、あと息子と娘を食わせながらね、ちょっと大人になって真面目になったの矢先だよ。まあいい機会なんじゃないの、俺はまあそう思うけどな。うん、でまた飲み会どうぞ、いつ来やしやすか。はい、じゃあ皆さん、まあどういう風になるか分かりませんが、まあ俺がショートも話してちょっとまあ特命の結果になると思います。交互期待だね。じゃあ交互期待になります。ぜひ次回楽しみにしてください。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。なんか今日もゴルフでなんか見てるけどチャンネル登録はしてないって人いっぱいおったよ。はい、そういう時登録しようしような。70%80%ぐらいしか登録してない、70%80%登録してないとか見てるみたいだから、うん、ぜひチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。せーの、また見てね。そこはお前ならリーダーの。OK。もうやめるって言ってまだ一回待ってないんだよ。待ってないですよ。まあ、一言喋って、まあ喋って。お前とこいつ喋ったなんか動きって言ってた。独立は聞いてないですよ。やっとる子が子供だし、それが俺は納得できなかったですよね。ガーって言われたらもうこっちの人間なんですよ。僕は得意時もあるし、でもやっぱまだ納得できてないですね。そこまでの関係だったのかなと思ってずっと考えてるんですけど、ちゃんと話したらいいんじゃないのか、聞かれる。今日は終わったらもう会わんだぞ、お前。そう、1年1回か2回もう会わんだぞ。